どうもこんばんは、NM です。さあ今回は招かれざる客たち特急を、ダンザーリマのパーティーでやっていきたいと思います。僕のダンザーリマは、フォローですね。メインにフォロー、サブに、これちょっと初見なんで迷ったんですけど、まあいけるかなと思ってナルカミ持たせてます。でフレンドがナルカミで、サブに新たですね。俺もこっちにした方がいいのかなと思ったんですけど、ちょっと攻めましたね。行こう。そういえばヒロコ最終の覚醒までさせたんですよね、最近。行くよ。もう一人入れたいんだけどな、捜査官。無敗欲しいんですよね。めまあこれはいけるだろう。うまいこと当たんね、当たるね。何フロアまであるか見た方が良かったかな。っていうか新しいガシャに来てるひなみが可愛すぎて欲しいんやけど欲しいんだよな。あれラストフロアかこれ。あー壁、あ壁一応2つあんのか。あーラストだ、ラストですな。一応全員入る。あいつドン。おお硬いね。あらひなみ、あーあーひなみやっちまったぜ。まあ2人に当てて、あでもそんな食らってないのか。貼り付け。敵のスキル何撃ってくるかすげえ気になんな。とりあえず一人一人処理していくか。あでも向こうの壁に当たった方がなんか全然得っぽいぞ。おおいいねいいねいいね。何言ってくる。スキルコスト短縮と攻撃力アップ。あで行動負荷になるのか。さて壁役してこれ2人ともやれるか。おっとこれギリ2人入んない感じ。あー入んねえのか。入れ、あー入んねえな。どうしようかな。一応かやさんがなんかバフかけてくるっぽいから、かやさんの方行くか。待てよ、これで断罪に当てつつ壁役やってみようか。見えないんだけどね、壁役の先が。壁役の先が見えないんだけど、断罪に当てつつ、断罪じゃねえわ、あ断罪か、断罪に当てつつ、鳴神断罪に当てつつこっちの壁に行ってみよう。誰に当たる。あかやさんに当たったか。はいかやさん撃破と。スキル溜まる。あれあれかやさん倒すだけでよかったのか。あ余裕だな。あー普通に余裕っすねこれ。なんかもうちょい手応えあるかと思ったんだけど、というわけで今回は青霧の、コスプレ衣装って言っていいのかわかんないんだけど、青霧のコスプレ衣装を集めてかやさんと交換、マスクどっちだろうかな、らしいですね。まあかやさんは特急で一定確率ドロップするって書いてたんで、まあ特急をまあ見に回ろうかなと。いやそれにしても24区本当にお疲れ様でした。もうなんだっけ、レイドランキングとね続けてきてたんですけど、皆さん本当にお疲れ様でした。またね、まあいずれ来月ぐらいにはレイドかランキング来るでしょう、どうせ。まあ、その時はまたコツコツ頑張りましょう。というわけでお疲れ様でした。今回は招かれざる客たち特急の初見攻略でした。ではまた次回実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。